お疲れ様です価値が生まれる理由ね人間って最初ゼロじゃないですかで年とともにさまざまな経験とか知識を増し加えて60代70代になっていってで年を取れば取るほどいろんな経験してるからそれだけ価値が高まってるとも言えますよね、まあ、その価値をどれを取り出して価値というのかってことは受け手によって変わると思いますけどねまあでも歴史ってのはそのまんま 価値を生むってていいうののはままさに歴史が証明してるのかなと思いますただ逆のこともあるんですよ。生まれたばかりの子供って何もないじゃないですか。でもそれを喜んで世話をしてあげたいとかねそれを見たりとかね、うん、楽しんだりっていうこともあるわけですよ。将来に期待したりとか。となると全くゼロの人でも価値を生み出すんですすよねすごいですね。どっからでもいけるみたいな。うん、あの 生活保護の方をね稼がしたことっていうのが3年ぐらい前になんか集中して私もあったんですけども生活保護が社会的に価値がないのかって言うとそんなことなくってねやっぱりいろんなことができる人がたまたま生活保護にその時なってるだけであって逆に一定の収入と時間があるからうんなんかね新しい価値を生み出すっていう分かりもできるのかなっていうとこですねまあいろいろですねい、まあね、ってらっしゃい